ショウ、どこに行きますか？どこに行きますか？ショウ。裏の山か。裏の山か。話して集めて移民に出してます。確か1889年、が第1回沖縄移民 でこの人をきっかけにしてなんか沖縄の人に移民っていうことが知れ渡って、それからまた2回のハワイ行ったり、それからまた南米行ったり出てったりとかっていうきっかけ作った人だから、沖縄移民の父って呼ばれてます。乗り越えて見せるよ。
自分がほとんど全然ポルトガル語もわからないし、ね、もうなっちゃって、ちょっと必要になってるんだけど、だけど誰かでも言わないといけないのかなと思って、その経験とかいろいろ話してきました。それはだんだんあの若い人たちが、あの耳に聞いたり、あまり、ね、うちの状態下について、あまりこうなんか関心が生まれてきた気がして、怖いなと。で100歳以上の人はもうほとんどいなくなるから、どん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 動かしていくでしょう。皆さんぜひその日を消さないで頑張ってくださいね。昔、オランダバカって名前なんですけど、祀られてるのはフランス人なんですよ。なんでフランス人と昔はこの沖縄の人はみんな西洋人のことをウーランダーって呼んでて、そうだからなんかそれでオランダオランダって言われてるからオランダバカってなったけど、実はフランス人で、これはまだ琉球の時代に沖縄と貿易がしたくてフランスの船が3隻やってきたんですけど、沖縄拒否してて、でそこでこのカミュン天候に船が3隻止まって、でその間に亡くなっちゃった2人の人がいて、でそのフランス人を病気だったみたいなんですけど、をこの手厚く祀ったっていう。聞こえた。めっちゃ嬉しい。またリサを滑らすために言えばって言ったら帰ってきてた。すごいな。